1986年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第14回大会となる。前年の12戦にオリンパスラリーが追加され、全13戦でタイトルが争われた。これは北米大陸の WRC への復帰を意味した。また、12月に実施されたオリンパスラリーはアメリカ合衆国で開催された。 唯一のグループ B 車両によるイベントとなった。1986年は WRC からグループ B が排除されるきっかけとなった悲劇的な事故の発生で記憶されるシーズンとなった。第3戦のポルトガルラリーにおいて観客3名が死亡、30名以上が負傷するという事故が発生した。第5戦のツールドコルスではランチアデルタ S4 をカールヘンリー・トイボネンがクラッシュ。 炎上する事故を、ドライバーズタイトルは、プジョーのユハ・カンクネンが獲得。ランチアのマルク・アレン、カンクネンのチームメイト、ティモサ・ロネンがこれに続いた。マニファクチャラーズタイトルは、ランチアとの戦いを僅差で制したプジョーが獲得した。ハンヌ・ミッコラのカル・アウディ、ラリー・モンテカルロ開幕戦ラリー・モンテカルロは、ランチア・デルタイス4をカル・ヘンリトイボネンが制した。第二戦のスウェーディッシュラリーで、 トイボネンはエンジントラブルでリタイア、プジョー205ターボ 16E のカリュハカンクネンがトイボネンのチーム名とマルクアレンを抑えて制した。第3戦のポルトガルラリーではヨアキム・サントスがマシンコントロールを失い監修に突っ込み3名が死亡、30名以上が負傷するという事故が発生した。事故後すべてのワークスドライバーはラリーを撤退、地元の無名ドライバー、 ヨアヒム・モーティンホが優勝した。もう一つの悲劇はツールド・コルスで発生した。トイボネンのカルランチアはコースから外れて横転し、屋根から着地した。運転席の元に位置していたアルミ製の燃料タンクは木によって引き裂かれ爆発した。トイボネンと小ドライバーのクレストは脱出する間もなく、シートに座ったまま消失した。この事故は目撃者がいなかった。 プジョー205ターボ 16E に、クワトロスポーツ S1、ランチアデルタ S4、モンテカルロでこの事故によって、ジャンマリー・バレストルと国際自動車スポーツ連盟は直ちにグループ B の開発を凍結、1987年シーズンからの排除を決定した。アウディとフォードは競技からの撤退を決定したが、一方他チームはシーズン終了までグループ B カーの使用を継続した。 プジョーのジャントットは排除の決定に対して激怒し、連盟に対する法的対抗を示した。ツール・ド・コルスは結局、プジョーのブルーのサビーが優勝し、彼にとって WRC での初優勝となった。サードドライバーが初優勝を果たしたのは、ラリー・アルゼンチンでのミキビア・シオンもそうであった。第11戦のラリー・サンデモではプジョーが違法な、サイドスカートを装着していたということで、 オーガナイザーが失格の裁定を下し論争が生じることとなった。FIA は、プジョーの車両を合法であると証明し、イタリアのオーガナイザーはプジョーがランチアに勝つのを妨げたとして、非難を受けることとなった。結局 FIA は、ラリーさんデモの結果を無効にすることを決定した。プジョーは、マニファクチャラーズタイトルを獲得したが、カンクネンがランチアのアレンを上回って、 タイトルを確定したかどうかはシーズン終了の3週間後までわからなかった。1986年は FIA がグループ A カーのドライバーに対して世界選手権をかけた唯一のシーズンであった。フォルクスワーゲンゴルフ GT16V をドライブしたスウェーデン人ドライバーのケネス・エリクソンがグループ B クアトロの低出力版アウディクアトロをドライブした ルディストールに打ち勝ってこのタイトルを獲得した。この選手権はグループ B が排除されることとなり廃止された。1987年以降、グループ A 車両が WRC の主流となっていった。ありがとうございます。